いや、ベリンガムすごいな。アスリート能力が高すぎるな、こぼれ球のね、拾い方とか。初速もね、加速も最高速もある感じですもんね。中盤のハーランド感あるよね。これが一緒にプレイしてたんだもんね、ハーランドとね、ベリンガムが。アーセナル、ベリンガムとかアセンシオとかね、ジャカのところとウーデゴールのところに使える人ね、狙ってそうだよね。ベリンガムも次移籍するとしたら本当にすげえ給料高くなるだろうから、アーセナルの給料ヒエラルキー壊さないかと。アーセナルって一番高いのウーデゴールなのかな、誰なんだ。アカゼットとかその辺いなくなったじゃん。ホワイトとかかな。ああ、ジェズスだね。確かにジェズス。そうだ。トーマスとジェズス。やっぱ移籍金高いとか給料も高いんだね。カーナのクズスがジャカにやっぱりできそうだし、欲しいなと思ったけど、やっぱりベリンガム欲しいです。ベリンガム来たらね、でかいだろうけどね。アンカーもできそうだしな。賢そうで。